日本東京都新宿区、大久保大久保は、東京都新宿区にある町名。現行行政地名は、大久保1丁目から大久保3丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は169-0072。東京都新宿区大久保3丁目、保全高等学校から見た新宿高層ビルと、海上学園、大正時代から終戦までは、富山界隈と共に、家族や、 実業家の邸宅街として知られ、前田利成公爵や安藤史爵、室町白爵、北大地段爵などの、それぞれ400から500坪から1000坪ほどの邸宅が立ち並んでいた。大久保やその近辺には、小泉役も、西条八十、吉江小岸国木田独歩、水野洋州、前田明、前田夕暮れといった文学者が住み、クラブに集まり、 当選教という京都風の風雅な遊びを楽しんでいた。島崎東村や下村古人、岩野方名、戸川秋骨、田岡霊雲、佐賀野屋おむろ、竹子三佐、松井松葉、草の芝地、服部義り吉金子訓園といった文人も住民であり、当時の大久保は樹木に囲まれた、慣性な住宅街で、文筆家や芸術家の集まる土地で、大久保文史村とも呼ばれた。 その他、岡田圭介、平沼紀一郎、安倍信幸といった歴代総理や、落合豊三郎、東条永京、横倉九平といった、軍人、牧野信明、常並武次郎、警視総監、安楽金道のような官僚も西大久保に住んでいた。それと同時に、市民の文化住宅も並び、庶民的な商店街も混在しており、山の手に下町が混じっていた。 知識階級の指定もいるけれども、廃品回収業の家の息子もいる、原っぱもある、住宅街もある、貧民靴もある、それから町工場もあると大久保小学校出身の加が、乙彦は改装している。しかし、東京大空襲で町のほぼ全域が離災。家を失った住民は町を離れた。1950年の朝鮮戦争の際に GI が日本人女性と、 同行するための場所としてこの一帯を選び、1960年代以降、大久保の住宅の多くは連れ込み宿となった。現在も、基本的には、住宅街であるが、駅周辺は、100人町と合わせて、日本最大のコリアタウンと言われている。ただ実際は韓国のみならず、中華人民共和国やタイ、ミャンマー、インド等のアジア諸国、近年は、 イスラム系の国々も増え、料理店、雑貨店が立ち並んでいる。近年は、日本の名門大学を目指す、中国人留学生向けの予備校が、相次いで進出している。他には、富山公園、新宿スポーツセンターや、大久保スポーツプラザなどの運動施設があり、早稲田大学西早稲田キャンパスや、海上中学校、高等学校といった、私立中高学校、 各種専門学校が多く集まる文京地区でもある。2001年に大久保のニューカマー韓国人を中心に在日本、韓国人連合会が結成された後、韓国、朝鮮系商店主と地元日本人の商店会である、新大久保商店街振興組合、新宿マンモス通り、商営会等との間で会合が持たれるようになり、新宿の北隣という立地を生かし、横浜、 神戸、長崎などの中華街に倣って観光地として整備し地域活性化を図ろうという案も出ている。東京都新宿区大久保の航空写真級豊玉郡大久保町のうち大久保の地名の由来はかつてはこの地に川が流れて相対的に周りより大きな低地であったことから大久保と呼ばれた。江戸時代までは農村であった。明治時代には 筒子の継承地として知られ、近郊から多くの人が訪れたという。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道駅はないが新大久保駅、東新宿駅、大久保駅、高田の馬場駅、西早稲田駅及び西部新宿駅が利用可能な範囲にある。 幹線道路沿いにバス便も多く、これを利用する者も,もいる。早稲田大学西早稲田キャンパス自社協会。ありがとうございます。